トルもますます激しさを増してまいりました。第4回戦です。
タジアム。この鳴き声が勝利の雄たけびとなるか。第5回戦です。白熱したバトルが続いております。ここでポケモンを交代します。ここでサンダーの登場だ。あーここで軽い一撃。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。やっと激しい雨が降り始めました。さあこれは軽く当たった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで波乗りだ。いい当たり。あーっと崩れ落ちた。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでポトッコの登場だ。さあ熱いバトルが展開されております。これは効いている。一撃で崩れ落ちた。さあ一方的な試合が展開されております。ここでタニーゴの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。さて鋭い攻撃。よし、さあこの場面で大きな攻撃をものともしていません。さあ熱戦が続いております。ここで雷だ。決め十分。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。次々と敗退し、残るはたったの8名です。出揃って。さあ
手厚めに小さなダメージ。さあ対するはアルス一発。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。あーっと嫌な音攻撃。おっと防御力がダウン。この攻撃丸く当たった。さあ激しいバトルです。バトルの姿勢に移って、さあ今度は位置を捉えた。さあここでおっと当たりません。白熱したバトルが続いております。これはどうだ、シュートに当たった。あーノックアウト。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ポケモンの選択が終わって、ここでケンタロスの登場だ。両者とも大健闘です。セミタックヒット、いい感じです。おっとダウンだ。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでペルシアンの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2。クロッシュ効果は抜群だ。あーっとあっけなく倒れてしまった。さあポケモンは残り1匹。ここでエレミーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いております。ここで受信攻撃、効き目十分。おっと川一枚で繋がった。さあ今度はあーっと道具を盗まれた。さあこの試合も大詰めだ。戦う構えに入って、ここでシャドーボール。よし当たった。これで残るポケモンはゼロとなりました。